these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. ド激辛ジョニーエス、今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、さいまいどーということで、今回ですね、沖縄県名護市にありますヤンバルダイニング松の古民家さんにやってみました。こちらはですね、もう古民家の風貌なんですけど、本当落ち着いた、店内でですね、沖縄名産のね、アグー豚を使ったね、鍋とかいろいろこう楽しめるんですけれども、今回ですね、こちらのちょっと辛い、マーラー鍋の、アグー豚のマーラー鍋を堪能していきたいかなと思います。今回ね、そのマーラー鍋の他にもですね、沖縄名産のね、コーレグース、唐辛子を青森につけたコーレグース、これも結構辛いですからね。あといろいろ香辛料を使ったものを、堪能していきたいかなと思います。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。来ました。こちらが、花山椒香るマーラーしびれアグー鍋ということで、わめちゃくちゃ美味しそうですね。今回ね、ちょっと特別にこれ普段やってないんですけれども、これ沖縄県産の、いろいろ香辛料を用意していただきました。これもねちょっと使いつつ、やっていきたいかなと思います。いただきます。さあ、マーラーしびれアグー鍋、お手並み拝見ですよということで、じゃあちょっと行きましょうか。はい、じゃあ楽しみですね。じゃあちょっとお肉をしゃぶしゃぶしていきましょう。これ香辛料を紹介していきましょう。これね、沖縄県産の唐辛子を青森につけたコーレグース、はい、これ結構辛いですね。結構沖縄そばとかソーキそばに入れる香辛料です。これ結構辛いです。こちらね、島唐辛子、はい、こちらをですね、まあ、すりごまでこうグリ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 して、使うそうです。はい、これもやっておりません。沖縄県産 100% ハバネロペーストを香辛料としてます。ペーストにしてます。これもやばそうですね。で、最後にこれが一番やばいと思う。おー、これはすごい。これはブートジョロキアとキャロナナリーパー、2つも過去に世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたものを、これサルサ状にしたものです。これはすごいな、とんでもないなということで、まあ、普段はこれやってないんでね、まあ、通常はね、これぐらいの辛さで食べた方が一番美味しいということです。じゃあちょっとまず普通にデフォルトの状態で食べましょう。アグー豚です。うまそうだな。野菜もね、これエリンギやら、キクラゲ、もやし、ニラ、はい、豆腐とかありますね。美味しそうです。じゃあよく冷ましてフーフーして食べましょう。辛そうだな。じゃあこちらアグー豚の豚バラでございます。いただきます。ああ美味しいな。これアグー豚はこう臭みがなくて脂身が美味しいということで、たまんないなこれ。素晴らしい。これね、通常これごまだれで食べるそうです。いただきます。おいしい。はい、じゃあちょっとエリンギとアグー豚絡めていきましょう。いただきます。これはうまい。じゃあちょっと続いてこの島唐辛子をちょっとグリグリしていきましょう。ちょっとこちら島唐辛子、いただきます。おこれは辛い。おお島唐辛子からこれは辛い。辛い。
じゃあちょっと続いてこれハバネロペーストの子。まあ、まだ大丈夫そうだけど、結構危険な、大量に摂取したら危険なタイプですね。これは強烈。すごいよ、もう一瞬で汗が滝のように出てきましたけども、ちゃんと美味しいですね。うん、美味しい。花山椒のしびれとこの唐辛子の香辛料が相まって食欲爆上がりでございます。激辛センサーが反応してきた。じゃあ続いてこちら、コーレグース。はい、沖縄の島唐辛子を泡盛につけたものです。あのプライベートで沖縄ソーキそば食べたんですけど、これ入れたらね、ほんとちょっとの量でうわーっというし、結構刺激が強いんですけども、お願いします。ゴールグース。いってらっしゃい。うん。最後これね、サラサソース、ジョルキアとキャラメルバ、これやばいよ。ギネス級の唐辛子いきます。辛いけど美味しい。これヤンバル鶏の鶏肉つくね、うん、美味しそう。強烈です。強烈ですけれども箸が止まりません。さあじゃあもうこれ全部いっちゃおうか。全部吸っちゃおう。顔が痛くなってきた。これいただいたものはね、ありがたく頂戴いたします。はい、これ全部入れちゃいましょう。いってらっしゃい。肉団子。
まあ、アグー豚アグー豚ってよく聞くと思うんですけども、実際なんか純血のアグー豚ってそれほど生産されてないらしくてですね、純血のアグー豚を育てる方はね、生産者わずか5名しかいないということでね、非常に希少なお肉でございます。いや、それにしても結構辛いね。アグー豚美味しいですね。美味しいです。柔らかくて美味しいです。ジューシー。口の中あが、ごちそうさまでした。終わりと思いきや、ここで締めが残ったということで延長戦でございます。さあ、じゃあこれね、最後麺と絡めて、この辛いしびれの効いたこのマーラースープで本当の締め、じゃあちょっと行きましょう。延長戦いただきます。あ、うわ、合いますねこれ。アグー豚のこの肉をこうしゃぶしゃぶしたことによって、多分肉の旨味もこのスープに染み込んでますね。すごい、もう結構お腹いっぱいだったのにチューチュー入ってきますね。ごちそうさまでした。香辛料を足した後の辛さレベル発表していきましょう。辛さレベル、じゃ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 ん、辛さレベル8です。おめでとうございます。8になります。はい、一応ね、これデフォルトバージョンだと、まあ辛さレベル6ぐらいかなと思います。はい、このデフォルトバージョン、これ非常に美味しい、まあ、美味しく食べるのはデフォルトバージョンだなと、まあ、お店の方も言ってるんですけれども、唐辛子の辛みプラスね、花山椒のしびれがこれダブルパンチということで、口の中が心地よい刺激で、食欲爆上がりでございます。もうね、僕本格的なこのアグー豚初めて食べましたけれども、お肉が柔らかくてジューシーで、カレースープがより際立って、お肉の甘みを感じました。これは美味しい。プラスね、野菜も一緒に食べれるということで、まあ、ここがね、沖縄もまあ12月1月になれば、ね、ちょっとこう寒くなると思うんで、
寒い冬にアグーのねしゃぶしゃぶ鍋食べて温まるというぴったりの鍋かなと思います。でね、まあ、今回ねちょっと特別に、これね香辛料、ね、4つ用意していただきましたけれどもね、どれもちょっとパンチのある辛さで、もうね口の中がもうビリビリでムチで叩かれるような、しばかれましたけれどもね、初めてこの島ハバネロペースト、これがちょっと一押しで美味しかったですね。まあこれは別にお店に普段置いてないんですけれども、あと高齢グース、まあ、これも食べましたけれども、日本全国ね渡り歩くとね、こういった、見たこともない香辛料、まあ、こうやって実際口にしてみて、これはねちょっと感動しました。あ、美味しい。これ普通にちょっとプライベートでも普通に使いたくなるぐらい美味しかったですね。まあ、島唐辛子も強烈。はい、まあ今回ね、これマーラ鍋紹介させていただきましたけれども、別にあの激辛しゃぶしゃぶ鍋屋さんではないんでね、普通に美味しいアグー豚のしゃぶしゃぶセットいろいろあります。もうね、一応ねこのサブチャンネルでもね、ちょっと沖縄のちょっといろんな海とかちょっと観光チックな動画流してますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。それではまたお会いしましょう。連想で。